ね、こっちみんなこの辺はもう本当に三ヶ日町でも山の方なんで、奥の方ですね。で、三ヶ日みかんといえば、あ、三ヶ日といえばみかんか。なのでみかんの、里資料館っていうのもあるけど入ったことはない。あの前を通ったことしかない、ね、でも歴史を知るっていうのはねとっても大事なことですから。あー気持ちいい。山の方はね海沿いと違ってベタベタしてないから気持ちいいね。そうだ、この辺あっちに見えるのはあれは第二東名、あれは第二東名です。じゃあどうしようかな、大福寺、この辺有名なとこなんで、この辺通ろうか。なんだっけ、豆納豆じゃなくて浜納豆、なんだっけね、有名なやつがあるんだ、忘れちゃった、ど忘れしちゃったよ。浜納豆なんだっけ、浜納豆なんだっけそう、こっちの方がね遠いからね、友達の家があっても自転車で来るのはなかなか大変なエリアだったんだね、この辺は。ただみんなこの辺の人たちはね家がでけえな家がでかい、でかめの家が多いね。一大の、あ、みかんの里資料館、ここあった、みかんの里資料館で、あそこにあります、なんか公園が今開いてたのか、平日はやってねえのかな。で大福寺とか、そういったとこ前ほんと同じように昔ね原付でぐるっと三ヶ日町を自分でね全然知らないんじゃないかと思ってぐるぐる回ったことあるんです。なんかね俺迷ったような気がするんだよな。ちょうど多分この辺にね友達とか同級生の家がなかったんだよね、多分。誰かいんのかな、いたとしても来たことがない。いやー気持ちいいな。どこだっけな、どこだっけ、あ、こっちか、あれこっちの後ろだっけ、大福寺ってどこだ、大福寺こっちな気がするな。違ったっけ、あったあったあった、ほらほらほら、あったぜ、三ヶ日みかん、看板がズゴーンって、三ヶ日みかんのねシーズンだったらよかったけど、はい大福寺です。これは大福寺の門、ね、大福寺、これがまた有名なスポットです。浜納豆、納豆がすげえ気になるね。でこれでこれね、まっすぐ行くとあそこにまっすぐ行くたんだよ、ね、でもうちょい入り口付近まで行こうか。山がそびえている麓に、ありますちゃんと映ってなかったらごめんよ。
浜名湖湖北五山大福寺駐車場、こういうところがあります。この先ね、この先行くと大福寺、こんな感じになってます。大福寺、はい、大福寺納豆、あ、大福寺納豆だって浜納豆とかじゃない、大福寺納豆、まあ、とりあえずこんな感じ、大福寺橋、ね、まあ、今日はここ、ま、この感じ、何度も言います、もう寄らない、暑い三日日のみんなごめんよ、許して、怒る人が逆にいたらありがたいぐらいだけどね。さあ次、これが三日日町の歴史、山方面、山シリーズ、あー気持ちいいな、こういうね渋めな観光するっていうのもね、まあ若い子たちにはしんどいかもしれないけど、年取ったらやっぱね、こういうと渋めのとこ攻めるっていうのはね、ありありだね。なかなかね、ないぜこんな、本当に何度も言うけど、だからさ、屋形船いいよな、屋形船やりてえな屋形船楽しいよね、別に夏のシーズンだけでもいいんだよ。ビアガーデンとかねえからな、多分。そらね、こんな湖と一緒に生活してる町なんだから、そういうのあってもいいと思うんだけど、まあ、やる人がいないだけだよ多分。はい、そうすると、これを、はい、魔界アジ行こうか。はい、魔界アジ。魔界アジどこだっけな。魔界アジどこだっけな。詳しくないんだよな、本当に。こっち方面。ビデオやってる友達いるな、連絡しといて牛見せてもらえばよかった、絶対そうだよ、そういう作戦だったよ、やっぱね、こういうアポなしでねやるのはね、あ、魔界、魔界アジ、魔界アジ、はい、魔界アジです、 45m ね、ここは魔界アジ、ここも人気な浜名湖湖北、見て浜名湖湖北五山を魔界アジ、ね、こういう感じ、はい、じゃあ今日は魔界アジさんもさようならです、ちゃんと来たいね、いつかね、もう今旅にいないからなかなかちゃんとは来れない、なかなか来るチャンスないからね、はい、じゃあ戻ります。そうすると、三日日の街中の方に戻っていきますね、ちょっとよげようか、ね、のんびり行きましょう、のんびり、やっぱね、煽り運転、特別運転、ね、煽られたら避ければいいね、とりあえず早く行きたい人は行かせてあげましょう全然煽られてるわけじゃないんですよね、そう、イライラせずに運転するのが一番ってこと、さあさあ、はい、こ
わあ、トンネルひんやりしてて気持ちいいな。ね、三ヶ日町にはね、あのローカルなスーパーローカルでいいお店っていうのもねあるんです。三ヶ日町の人みんな大好き。鬼月堂っていうね、かき氷と、まだやってるのか、みたらし団子とかね、あと、杏仁豆腐じゃなくて、トモロ天ね、そういうのやってるとかですよ。よし、ここ三日日祭りの時、鉄図とかやってる、あれ、なんだっけ、字読めねえんだよ、なんだっけ恥ずかしいけど、あんな惣菜みたいな感じ書かれても読めねえよ。なんだっけな、忘れちゃったよ。はい、そしたらこれは、平山方面。平山方面で、ここ、平山方面にも歴史あるね、ところがあるんですよ、これ。ここ、産着の神社。産着の神社？これ、産着の神社だったら。これ。産着の神社。ここも超歴史的素晴らしいとこっていうのをね知らなかったんだよね。当時はやっぱ中学校とか歴史とか興味ないからね、わかんないんだよね。あそこは本当に産着の神社です。でこっち、やべえ、こっち行っちゃうと本当平山だなこっち行くと、新城に抜ける道、愛知県ね、新城はもう愛知県、三ヶ日町は愛知県と県境にありますからね。こっちに行くと、平山だ、こっちの方面、平山のみんなごめん、こっちの方面、なんかあるかどうも。平山の皆さん、こんにちは。平山に来てしまいましたが、平山特にねえだろう、これ、ね、さあ、僕のお友達は働いてるかな、ね、農家やってるお友達がいるんですけどね。ちゃんと働いてるかな。まあでも、こんな平日に立ち寄るのも邪魔しちゃうとかわいそうなんで、寄りませんし、多分そんな農家の仕事作業の時にビデオ回したら怒りそうだな、あいつはあいつは怒りそうだからな、寄るのはやめときます。やべえ、平山、みんなごめん、平山に謝っとく先に、俺平山全然知らねえや、平山の歴史を全然知ってないです。なので平山から、平山からどうしようかな、どう戻るかな。はい、こっち、平山小学校、あ、もうないのか、平山小学校って。そう、この辺もね、懐かしいね。ごめんや平山、みんなこのまま行っちゃうと愛知県行っちゃう。ここを曲がって、ここを曲がって、平山のここが駄菓子屋さんだったね。同級生じゃなかったか、確か、ね。はい、じゃあこっち曲がって、三日三の方面に戻ろう。はい、ここはね、あんまりあの一般向けの道路じゃないから、気をつけてくださいね。これは本当ローカルの道ですか。よいしょ、ね、止まって譲り合い、家が狭いですか。これは僕のねお友達のお家があったところなんでね、この辺はよくチャイコでよく来てた。じゃあブーンと抜けて、
今は亡き廃校になってしまった、三上高校のね方に向かいたいなと思います。いやー、平山の歴史知らねえな。平山なんかいいとこあったのかな。おい平山、おい平山のみんな、すまねえ、知識がなさすぎたぜ。この辺はただ僕の三上高校の時のマラソンコースだったんだよな。このね、農道をマラソンコースで12キロだか13キロ走ったんだよ。まあずっと歩いてたんだけどね、13キロぐらい。じゃあ平山を抜けて三上高校に、みんなも走った道で、みんなもって言っても三上のね、三上の人ね、まあ何でもいいけど、三上の人が見たらこの動画、どんくらいの人を三上の人が見てるのか分かんないけど、もし三上の人が見たら動画の内容が良くも悪くも三日だぜっていうことでグッと押してもらえると分かりやすいな。この動画はクソだけど、俺は三日、私は三日っていう人はグッドボタン押しといてよ。はい、そしたら今はなき三日高校、さあ今はもう建設中、もうない、寂しいね、廃校になっちゃった。ここは、いろんな廃校になってから映画のロケ地でもありましたね。青空エールとあとポカリの CM とかね、そういったやつで使われた。この三日日、俺の母校がない、さら地だ。まあでもここは三日日みかんで選果場ができるっていうことなんでね。じゃあそしたら、こっちの方はこっちの方だな、あんまねえんだよな。あんまりない、こっち、おい、こっち、この辺地区なんだ、なんていう地区名だ、忘れちゃったよ地区名。どうせみんなあれだろ、